ここまで第2クールまで秋季キャンプ振り返ってみて、はい、いかがでしたか。振り返ってみていかがでしたか。ありがたいことに皆さんにたくさん報道していただいて嬉しかったです。はい、報道という言葉もありますが、久しぶりにこうやって報道陣に囲まれるっていうのはどういったお気持ちですか。どういった、もうドキドキして、はい、喋りたいことの半分も喋れなかったような気がします。15年目。その割ではよ喋ったけどな。今回はピッチャー陣も多く見られたと思うんですけども、特に印象に残るピッチャーはいらっしゃいましたか。まあ皆さんちょっと知らないかもしれないですけど、千賀ってピッチャーはいいピッチャーですよ。はい、本当にいいピッチャーだと思います。はい、若手のピッチャーで若手のピッチャーでこのピッチャーいいなとか思うピッチャーは、いや、みんな球早かったから本当にいいスタッフが揃ってますね。逆に言うと誰っていうことはあんまりなかったような気がします。うん、速さだけとかそんなんではちょっと、なんかちょっと選べないというか、みんな早いというか、強いて言うと和田が遅かったっていうぐらい、それぐらいの、もう本当、はい、和田が群を抜いて遅かったです、はい、和田さんの話が今ありましたけれども、和田さんのブルペンの練習を小島さんがご覧になっていた場面もありましたが、はい、和田さんの投球はどういうふうに打ってますか。いや、この年までやってますからね、剛の場合はね、やっぱりそのテクニックというか、さっきも言いましたようにスピードが速ければ打たれないのかっていうのはそうじゃないんで、まあそういうのも、やはり、バッターを研究したり、まあ、長くしてる何か要素がやっぱりあるんだと思いますけども、やっぱりまあこれは球団の人間とかそういう抜きとしてね、先輩というか一緒に戦ったメンバーとしては、もう現役は1回しかできませんから、1年でも長くやってほしいなと思います。後輩のキャッチャーとなる甲斐選手にも指導される場面も多くありましたけれども、甲斐選手のここがすごかったというところはあったりされましたか。そうですね、彼の場合は僕と一緒で、ま、真面目というか、根が真面目。なんで笑うんですか。もう本当、やっぱそういう真面目なところは引き継がれてるなと思いますけども、やっぱり皆さんが多分彼に、期待してる、やっぱり今よりも一皮も二皮も向けれるからみんな期待するんですね。だからやっぱり、彼の成長とともにやはりホークスも、強くなるでしょうし、ピッチャーも助かるでしょうし、それができるキャッチャーだからやっぱり要望は高くなりますよ、みんなから。でもそれを一つ一つクリアしていってもらいたいなと思います。具体的に何かアドバイスされたことはありましたか。ありましたけど言わないです、はい、それでは最後に改めて今シーズン今季どんなチームになってほしいかといった思いはありますか。まあ、今シーズンどうこうっていうのはありませんけども、まあ、前も言いましたけど、向こう10年20年とやはりこんだけのお客さんというかファンに愛される球団であってほしいですし、まあ、それにあぐらをかくことなくやはり、魅力的な選手をたくさん育てて、そして、その中で強いチームであってほしいと思います。やっぱ福岡っていうのが選手のみんなにとって、ホームタウンであって、やはり福岡で自分たちの球場で戦うことがどんだけありがたいことか、心強いことかっていうのをかみしめながら、まあ、10年後、20年後の先もそうなっててほしいなと思います。すみません、ありがとうございました。はい。